はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました RMPG ドープステーションの時間です。本日はですね、2月3日の放送ということでですね、始まりましたけども、今週はですね、生放送ではなく収録会ということでですね、あの1時間放送していきますけども、皆さん生放送じゃないからと言って聞かないということは許しませんからね。わかりました。はい、というわけでですね、今週も、1時間みっちり音楽の話をですねしていきたいと思うんですけども、今週はですね、はい、なんとこのくせ者の2人が来ております。それでは自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。最近暑いのか寒いのかわからなくて体調崩しそうになるんですけど、頑張ってます。神谷健太です。よろしくお願いします。わかる。わかった。暑いのか寒いかわかんない。なんかいい天気で暑いというか、だってこの前とかめちゃめちゃ半袖でもなんか歩けたような。確かにね、ちょっと歩いたら汗かくぐらいの。でも夜はめちゃめちゃ寒くて、で翌日めっちゃ寒かったり、氷が降ったり、もう怖いです。氷降ったん。氷降ってました。降ってたね。なんなら雪もね、ちょっと降ってましたからね。そうね、神奈川県の方では雪もなんか積もってたので、すごくなんか各地でいろんな、ちょっと異常気象みたいな感じになってます。もう体調崩さないように、もうすぐツアーが目の前に迫ってるんで。そうですね、3日、あと2日後です。2日後ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、これもう一人来ていただいてます。それでは自己紹介お願いします。はい、最近覚えた英単語があります。アドバタイズメント、広告という意味です。全日本スリーパー卓球選手権5年連続初戦敗退の掛川です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。すいません、もう一回お伺いしていいですか。何回これね、毎回やってるんですけど、全日本スリーパー卓球選手権はい、5年連続初戦敗退をしております。ちょっと待って、それメモってんの。なんかはい、メモがネタ帳みたいになってる。ちょっと長いので、全日本スリッパー卓球選手権の、はい、はい、これ本当にあります。はい、あ、そうなの。5年連続初戦敗退、掛川です。いや、掛川さんって前も、掛川です。前も掛川さんって方来られたと思う。あの前の方は下の名前やったんですが、私は掛川だけでやってます。はい、レパートリーが、はい、掛川だけです。これ収録会じゃないですか。掛川さん、はい、今もう12時前ですよ。あ、12時ちょっと超えてるんですけど、頑張ってたの。多分ちょっとさっき起きたぐらいの感じですよね。まあ、まあ、言うたら30分前に起きて15分前ぐらいにこれ考えたぐらいですよ。掛川さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。前回の掛川さんというと、なんか多分あの河川敷か、多分その辺でなんか河川敷で、ね、あのカセットテープ で、ね、ギャングスターを拾ったという。確かその方だったと思うんですけど、はい、久々ですね。久々じゃないな。親戚なのか、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、卓球の話も後で、スリッパ卓球ですね。いやー、ロマンがあります。ちょっとお聞きしたい。承知いたしました。これはもう本名はもう言わないんですかね。掛川です。選手ネーム掛川で、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今日は1時間、はい、これで乗り切れるのか。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、あの冒頭であのかかった楽曲ですね、僕らの10枚目のシングルになってます。はい、フルメタルトリガーっていう曲のですね、はい、あのカップリング曲になってまして、はい、Wake Me Up っていう曲なんですけども、この曲はなんと振り付けが、はい、なんと大御所振り付け選手の神谷健太くんの神谷健太が振り付けさせていただきました。はい、もう何度かね、このラウンドアップでも言わせていただいてますけども。そうですね。はい、いい感じのね。はい、最近まれに見るあの皆さんが苦戦してて問題作と言われてるんですけど、まあ頑張りましたね。いい感じですよね。いや、かわしい。掛川さんは分かるんですか、この振り付け。もちろんもちろん見たことあるんですね。サビもすごくアッパーで気持ちいいですよね。うん、あ、掛川さんこういう曲好きなんですね。すごい好きです。あの大会前とか、あの聞いたりしますよ。ありがたいですね。アップ曲だったりに、はい、入れ込んでます。CD もちゃんと、はい、もちろん。ポスターもいただきました。はい、すごい嬉しいです、ね、初回特典までいただきました。ありがとうございます。はい、ね、すごくかっこいい曲でね、あ、
メロディーもなんかちょっとあの構成がね結構いろんな構成がありまして、はい、メロディーではちょっとヒップホップっぽい感じがあってサビでは上がって、うん、そうこう、はい、D メロではまたちょっとなんか世界観がまた変わっていく、うん、こう疾走感のある感じが、ね、する曲で、はい、ちょっとね面白い感じにもなってるので、うん、ぜひね皆さんも聴いてあの楽しんでもらえたらなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、というわけで早速進んでいきたいと思うんですけども、はい、いいですか、行っちゃいましょう、行っちゃいましょうか、はいはい、というわけでですね、まずは1曲目僕から進めていきたいと思うんですけども、はい、1曲目は以前にもですね、はい、紹介したことあると思うんですけども、エイウィッチ、あら、エイウィッチさん、はい、エイウィッチさんなんですけども ね、最近アルバムをリリースして出しました、ねね、すごくかっこいい感じでなんか話題にもすごくなってるんですけども、はい、その中から1曲をね今日持ってきたんですけども、ねぶたという曲でですね、はい、まあちょっと僕の地元が青森でレペゼン、レペゼンあるのでですね、ちょっとね、はい、そこで即ねぶたを使った、はい、ミュージックビデオをですね、はい、撮られててですね、すごくこう自分も馴染みが深いので、いいですね、あ、いいなと思いつつもこう聴いて、本当に曲もね、うん、すごくかっこよい曲になってるので、うん、ぜひ皆さん聴いていただきたいなと思ったので、ちょっと持ってきてみました。ありがとうございます。フューチャリングにはですね、KZM もね、はい、入ってますので、これはすごくね、やばいものになってますので、うん、ぜひ聴いてみてください。はい、それでは行きましょう。A Witch でねぶた、フューチャリング KZM。どうぞ。はい、というわけで今お届けしている楽曲は A Witch のねぶたでした。かっこいい、 A Witch さん節がすごいっすね、やばいっすね、節がすごい、はい、フローがとにかくもうね、うん、かっこいいんですよ、うん、しかもねこのバックトラックにこのしっかりこのねぶたの笛の音とか入ってて、ねぶたの笛なんですね、はい、あれねぶた祭りでこうみんなであの笛とか吹いて、はい、羽戸っていうこう踊りが跳ね、なんていうの、こう飛んで踊る、まあ祭りのこう踊りがあるんですけど、それをこうやりながらねこうする感じの祭りなんですけども、それをこうミュージックビデオでも表現してて、実際に青森にあるねぶたの博物館のあのねぶたやわらっせっていうやつがあるんですけども、はい、そこのね目の前にあの1年間ずっとねぶたがこうでっかいねぶたがあれ行きました、でも俺ら行きましたね、あの武者修行で、はいはい、あのアスパムっていうところに近くなんですけど、なんか見たような三角の建物の近くにあるんですよ、でそこに多分ルート A でも多分行ったと思うんですけど、そこで実際に撮られ てですね、かなり迫力ある映像になってまして、そのエイビッチさんはですね、はい、この最新アルバムクジャックを引っ提げてですねリリースツアーをされてるみたいですね、3月7日には東京公演のバンドセット、うん、バンドセットライブでやるみたいなので、これは熱いですね、かっこよさそうですね、ヒップホップのこうバンドとのあのね、いやいいっすよね、合わせになると一気にかっこよくなりますからね、ちょっとこれは楽しみなのでね、まあ機会があったら行きたいんですけども、行けるのかなということで、まあね行ける方はぜひ皆さん行ってみてくださいというわけで、1曲目をお届けした楽曲は A Witch さんのねぶたフィーチャリング KZM でした。いいですね、なんか地元のお祭りを曲の名前にしていただけるいいですか、あそんな掛川さんは地元はどちらなんですか、あれ設定がまだそこまで行ってなかったと、長崎ということにしときましょう。シンプルに長崎なんですよ。長崎ではお祭りとかないんですか、はい、長崎たくさんありまして、はい、おくんちというお祭り、ランタンフェスティバル、おくんちというのはあのまあ、諏訪神社という神社がありまして、はい、そこにあの、まあ、出し物をいっぱい出して、はい、街中にあの出店などを出して、はい、長崎の県民みんなで盛り上がろうという祭りでございまして、あ、まあ、あの蛇踊りという竜に棒を刺したようなものをみんなで操ったり、そういうのがメインディッシュになっております。見たことあるかも、結構意外と有名だったりしますね、うん、なんか浦川くんっていうメンバーがいるんですけど、あ、そうなんですね、はい、なんか言ってたと思うんですよね存じ上げない観光大使もやられて長崎市の、あ、そうなんですね、はい、観光大使をやられて、自分は大村市だからわからなかったわからん、ちょっと隣の市そこまで言われるとちょっとわからないですけど、どこかわからない、じゃあレペゼン長崎ということで、はい、レペゼン長崎、はい、はい、お願いいたします、ね、全部初回で負けてるということでなかなか強豪5回も負けてますからね気になりますけど、ちょっと後でまた後でまた盛り下げていきたいと思うんですけど、ちょっと、ね、冒頭でも話しましたけど、僕らのツアー
ね、2月5日ということで、はい、明後日の、ね、そうですね、初日公演、ね、はい、静岡エコパーアリーナということでですね、はい、どうですか健太くん、初日を迎えるにあたって。もうパンパンです。それは体ですか？体も頭も、はい、この間昨日なんで何日、30日とか31日に、うん、最終のスタジオでみんなで投資をやったんですけど、もう疲れすぎて1、2曲目ぐらいからもうバテ始めておっともう極限まで行ってサウナスーツも着てるから、うん、もうバテて、あれこれどうしようみたいな。多分ね、本番こんなにだってリハーサルってなんか 150% ぐらいの感じでやるじゃないですか、はい、で本番になるとやっぱちょっと抜きも必要じゃないですか、はい、なんていうのこの見せ方とかもありますから、ね、やっぱね、ただ踊るだけじゃなくて、はいはい、鏡の前でただ踊るだけじゃなくて、こうね、やっぱ表現者としての見せ方っていうのがやっぱあるんで、人になりますからね、ああやって気合い入れて踊っちゃうんですよね。あれこれ大丈夫かなみたいになる時は、本番はまた違った疲れが出るんですよね。そのなんかなんだろう、ね、エネルギーがなくなるっていうか、なんかわかります？この心がなくなっていくんですよ。空っぽになる。やばいやばい。え、わかります？だって本番終わった後の、うん、ホテルとかに帰って、うん、なんかこのぼーっとなんかしてる瞬間。まあある、ね、わかります？だから心が空っぽになっちゃうんですよ。なんか吸い取られて。気づいたら1時間2時間とかこうぼーっとして。そうですよね。もう考えて気づいたらその日は寝れてないみたいなある。なんかありますよね。うん、心がエネルギーがなくなっちゃう。特にシャインとか。だいぶある。なんでこのまあ楽しみっすね。ね、普通にめちゃくちゃ楽しみ。楽しみです。はい、どうなるか。竹川さんは出演は一応出演もさせていただきます。設定がもうあ、そうですね。意気込みとかあります？そうですね。もう去年からずっとリハ積み重ねてきたんで、いや結構リハーサル期間はありましたからね。結構詰めてはいるんで、うん、もう立つだけっていう感じですよね。もう結構やること、あとは立つだけっていう、もうやることはやったんで、やったぞって、やったね。まあ何をやるかは言えませんが、この安心感から多分卓球ね5連敗、はい、してると思うんですよ。初戦敗退しちゃうんだよね。でも結構ねリハーサルもね、そうですね。何月から始めましたっけあれ？11月ぐらいか。そうですね。11月とか、まあ10月後半ぐらいからもういろいろね。ね、11、12いて、もう投資めちゃ、今回投資めちゃありませんでした、ね、やりました。めちゃくちゃやった。もうすごいやったね。まあちょっとね今回、まあ、まだね当日を迎えてないことってまだあまり言えないんですけども、はい、そうですね、まあ、かなりねちょっとまたちょっと初心に戻って確かに気合を入れて、はい、ね、進化します。がっつりしたパフォーマンスをね、はい、お届けしたいなと思ってますの です、ね、初日、はい、ぜひ皆さんに楽しみにしていただきたいと思うので、はい、お願いいたします。お願いします。そしてね、今回はねまた今までのライブと違っていろんな仕掛けもありますので、はい、そうそう、そちらもね仕掛けが盛りだくさんかな、確かに、ちょっとねそちらも楽しみにしていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、まあ、はい、というわけでですね、はい、進んでいきたいと思うんですけども、はい、じゃあ早速2曲目、じゃあ健太君からお願いします。はい、はい、僕が紹介する曲はですねエミネムさんですね。何回かもう何回か出てますね、はい、エミネム紹介してるんですけど、はい、最近またサプライズリリース、音楽配信サービスのおかげで、はい、サプライズリリースも多くなってるんですけど、はい、今年最初のサプライズはエミネムが出した Music to be Murdered が、はい、ビルボード初登場1位となりということで、あ、これ新曲ってことですか？そうです、アルバムが出たんですよ。へえ、はい、しかもめちゃ曲数多いです。あ、そうなんだ。その中の一曲なんですけど、ゴジラっていう曲なんですけど、はい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 、フューチャリングジュースワールドということで、これ聞きましたね。はい、ちょっと皆さん結構めちゃめちゃいいフローが、うん、やっぱエミネム節が炸裂してるんで、聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。エミネムでゴジラフューチャリングジュースワールドです。拍手。はい、ということで今お聴きいただいている曲は、エミネムでゴジラフューチャリングジュースワールドという、わもう手かけてましたから、ね、今もう
すぐ、すいません、あれです。でも、はい、止まったんで、終わったかなと思ったんですけど、ジュースワールドだね。はい。早い。はい。はい。と、はい、いうことでですね、この曲はですね、ゴジラ。2019年12月に突然亡くなってしまったラッパーのジュースワールドが、フューチャリングで参加してるんですけど、はい、この曲、最後40秒さっき早って言ったところ聞いてもらえた、もう紹介の前にもう早っびっくりしましたけども、これエミネム自身が持ってるラップゴッドで持っていた世界最速ラップ記録を塗り替えたそうです。はい、世界最速ラップらしいです。乗り越えた、はい、すごいっすよね。めちゃめちゃ早かった。もう聞き取れないレベルだったね。あれ聞き取れないです。あのリキアさんあれじゃないですか。だって俺リキアさんがあの外国の方と話してる時、うん、俺ら英会話 やったじゃん、はい、企画で。まあなんとなく聞けるじゃん、うん、人の話ぐらいは、はい、普通の、うん、でもなんかリキアさんが外国の方と喋ってる時、うん、あんま聞き取れないですよ。もうなんか繋がってるというかなんか、まあ、確かに、まあそうだね、みたいになるんですよ。音楽もそうだよね、はい、全部繋がってるから。それでも聞き取れないですか。リキアさん聞き取れるじゃないですか。いやラップは特にもう自分の言い回しとかもあるから、はい、ちょっと言葉がもう、ああもう違うこともあるから、なるほど、もうたまにこれはアメリカの人でも、はい、わかんないっていうこともある。もう、その人の造語的な感じもあるから、それなとか入れてたりとか。でもある程度はこうわかるね。そんなどういうこと？あのこっちのなんかあの JK たちがあそれなーみたいな若者言葉と言われたりそういうものが入れ込まれたりもするのかもしれない。かもしれない。ね、するのかもしれない。違うのかもしれない。あなた次第。ということで今お聞きいただいた曲はエミネムでゴジラフィーチャリングジュースワールドでした。いやーかっこいいですね。かっこいいこれは。やっぱなんかもう相変わらずエミネム節。っていうかスキルあります、ね、このアルバムほぼもうエミネム節炸裂してるんで、やばいやばい、もうそことねこうジュースワールドのコラボがいい感じのね、はい、あの新旧のこう新旧のいい感じのね、はい、クロスオーバーって感じですね。クロスオーバーという感じですね、はい、掛川さんやっぱワードすごいですね。やっぱそうですね、あの出てくる、ね、結構あの、はい、世界大会目指したりもするんで。掛川さん今おいくつなんですか。自分はあの38です。あ結構いってるんですね、はい、卓球はいつまで。まあ初戦敗退なんで決勝まで行きたいかなってまだ現役。はい現役です。結構いるんですか競技人口的には。あ、はい、まああの毎年12人ぐらい集まってくるんです。全国で。全国でも日本結構海外で流行っちゃってる。あ、そうなんですね。日本まだ来てない。世界大会もあるんですね。自分らパイオニアなんで日本のは。はい。あ、そうなんですね。始めちゃってるんで日本で。いやちょっと頑張ってほしいですけどね。頑張ります。今年はもう大会の。そうですね、あの予定は。そうですね、2020年も春と秋に。春と秋に。あ、もうすぐですね、じゃあ。そうですね、まあちょっとあのこの後紹介する曲もあのいつも大会前にあのアップ曲でかけてる曲なんで。気になりますけども、はい、ちょっとでもその前に結構、はい、ああ行きたいですか。もういえいえ聞いてください。何でも聞いてください。そんな掛川さんはあの、はい、今回あのねあの RMPG ツアーにも参加されるということで、はい、あのプロデュースグッズがありますよね。ああその話ですか。今回は何を作られたんですか。確かに今回ボディバッグです。あボディバッグ、はい、いつもつけてるもんね。はい、なんかあのなんか翔平、あすいません、掛川さんの掛川さんの本当にダメみたいな。俺も一瞬びっくりしました。掛川さんの、はい、イメージ強いですね、ボディバッグ。確かに強いですね。そうですね、普段からつけていますし、はい、やっぱり、はい、あのやっぱ替えの球を取る時にもこうボディバッグだと取り出しやすいと言いますか、あの普段から使いやすいですし、ね、あれでも結構あのシンプルなんですよ、うん、デザインが、うん、なんか珍しくシンプルですね。確かになんか急に真面目になったみたいな思われちゃうかもしんねえけど、商品名なんでしたっけ。ボディバッグの諸兵がおすすめできる、普段付けもできるおしゃれな、肩掛けやばいやばい肩掛けバッグ。急にプロデュース真面目になったんじゃねえ。大創業不可変的な。それ本当に商品名。はい。マジで。すごい。何なんかあの
ファンの方々の元に届くときはだいぶ省略されて届くらしいですよ。あそこで書かれてるのはそういうボディバッグ好きの諸兵みたいな感じで届くっぽいですね。はい、なんなんだみたいな感じなんですけど、でもあれいいですよね。いいですよね、はい、身につけられてね。俺一個気になったことがあって、はい、言うて俺めっちゃ荷物少ない人なんですよ。あの、まあ、少ないね、財布、めちゃくちゃ少ないね。携帯と、あとあのあれかイヤホンぐらいなんですけど、はい、普通に言うとき、なんか翔平さんっているんですけど、はい、いつもバッグ持ってるじゃないですか。あれ何が入ってんの？確かに気になるわ。あの中にボディバッグみたいなのね、かけてるやつあるじゃん。いつも入ってるんで、あれ何入ってんだろうみたいな。噂で聞いたんですけど、あんま言えないかもしんないですけど、あの替えの下着とかあるじゃないですか。替えの下着だったり、あと前日に、うん、あのリハーサルとか飲んだお水とかのペットボトル、はい、あ、そんなのも入ってんの？あとそんな入るんだ、あれ。あとなんかあのお菓子などがそこに溜まってたり。そこに溜まってるんですね。そうですね、なんかね、いつも持ち歩いてるから何入ってんだろうと思って、ね、なんかリュック背負ってあるのにここにもあるみたいな、あれ1個でいいじゃんって思っちゃうんですよね。確かになんかボディバッグ持ちたくなるんですよ。あ、なるほど、おしゃれってことね。持ちたくなるんですけど、リュックもないと安心しないんで、こう両方からこう。なるほどね。なんかメンバーでたまりますよね、めっちゃ荷物多いやつとかいますよね。あ、でも一番多いのはカズマじゃない？カズマ多いわ。カズマはめちゃくちゃ多い。なんか、確かにあの海外用のあれ持ってこない？コロコロキャリーケース、キャリー、確かにキャリーなのにカズマでかいの持ってくるとかある？2日3日でもでかい方。何これ入ってんのみたいな。あと他で言えばルイとかも多いかも、ね、あ、多いかもしれない。でも俺も多い。確かに僕は着替えが多いんですよ。あ、汗もめっちゃかきますからね。ほんとよ。いやだってあのリハとかで、あの振り入れとかやるじゃないですか。あ、確かに。多分3分ぐらいでもう大量の汗かいてますよね。自分らがあの全部を通したぐらいの汗をリキャさんはもう一曲ぐらいで。あれ翔平あんまかかないイメージだわ。全然かかないですね。代謝が良くないのか。代謝がいいんで僕は。やっぱサウナに、ね、はい、いつも行かれてるので、あんまりやりすぎも良くないから。まあね、そんなこんなで、はい、まあ、本当に荷物には差があるんでね、メンバー。差ありますね。びっくりしますね。確かに、これでいいんだって思う時もありますもんね。服装もよく言われますよね。ケントは何を今回作ったんですか？今回あ、大丈夫です、スルーしてください。無視だ。いいですか、しゃべって。どうぞ。自分はサングラスですね。あ、サングラス、はい、はいはいはい。めちゃめちゃこだわりました。あ、ちなみに今もサングラスしてますけど、これは、はい、これは別ね。あ、別で、すみません。サングラス好きです、すみません。価格にこだわりました、今回は。お買い求めがしやすいように、はいはいはい、なるほど。2000円なんですけど、まあ、サングラス2000円でちょっと、ね、あの安いサングラスってあるじゃないですか、よくあのちょっと軽いような、まあ、はい、軽い、はい、ありますね。それカチャカチャするのが俺嫌なんですよね、サングラス。なるほど。それを極限までもうカットしました。おー、なのでちゃんとなってるんで、ちょっと本格的な、本格的ですね、あれは。そこまでもで色もなるほどプロデュースして、はい、いや本当は色はもう全部全く違かったんですけど、レンズの色も、うん、フレームの色も違かったんですけど、もういろんな人の意見聞いて一新して、うん、なるほど。シンプルに、あれはね、もうあれめっちゃいいっすよ。いろんな、もう誰のファン問わずね、はい、誰でもかけやすい、誰もかける。RMPG って書いてるんで、女子も男子も、あそこのね、はい、レンズところに書いてあるからね、はい、なのでぜひお願いします。はい、はい。リキャさんは？僕はですね、はい、今回はアロマキャンドルを作らせていただいて、はい、ムスク、ブラックムスクです。ブラックムスク。この前回のね、生放送の前にね、インスタライブしたんですけど、いや、これ、いや、ムスクとは匂い何ですか？はい、あ、ムスクですって俺答えたんです、はい、え、バニラですか？いや、バニラです。ムスクですっていうのは頭に入ってきたんです、あの耳からポンって。ムスクです、ムスクですみたいな。ムスクは確かに馴染みはないですよね。だったらバニラっていう。でもお母さん、俺のお母さんめっちゃムスク好きなんで。あ、そうなの。家がもう、そうなんです、ね、でもムスクって本当にこう、うん、心地いい匂いで、うん、本当にきつい匂いもないですし、うん、なんかね、こうちょっと高級感ある、確かにフレッシュな匂いがするんです、うん、はい、プラスそこに
ちょっとブラックムスクになると甘さがこう、なるほど、甘めの匂いが入ってくるんで、バニラ、バニラ感、バニラってないです。バニラはちょっとホワイトムスクの、バニラでまとめようとしないでください。なんかありました。わかりやすく言うとね。なんかホワイトムスクなんですか。私ホワイトムスクのあのシュシュスプレーを家に。いいですね。俺もムスク好きなんで。あ、本当ですか。僕ムスクと、あのちょっとフルーツが混ざって、ああいいですね。トロピカルな感じで。まあ今使ってるこうキャンドルとちょっと近い匂いなんで、ぜひ皆さんもこのいいですね。おしゃれに優雅にね、あのキャンドルを楽しんでいただけたらいいですね。はい、風呂を真っ暗にしてそのブラックムスクの光を見ながらチルするっていうのもありですね。そうグッドなんて、そうグッドなんてかけて。いいですね。そんなおしゃれなことしてるんですね。恥ずかしい。意外とね。もうちょっとしちゃいますか。恥ずかしい。新しいピアスじゃないですかそれ。これ新調いたしました。いやそんなこと言っても分かんないからね、聞いてる人は。稲妻のピアス。ぜひ皆さんあのね、翔平の投稿を見てチェックしてみてください。お願いいたします。他にもね、あのいろんなメンバーが本当に結構ね、かなり豊富な内容でね出してますので。出してますね。ね、ぜひ皆さん、ね、好きなものをお買い求めいただいて楽しんでもらえたらと思いますのでお願いします。はい、はい、というわけでですね、じゃあここで翔平から一曲紹介お願いします。はい、私が大会前に、あ、先ほど言われてた、はい、はい、大会前にアップクックで聴いているこの楽曲、はい、もう説明はいりません、はい、先に曲を聴いてもらいましょう。はい、はい、ナズフューチャリングローリンヒルさんで If I Rule the World、 どうぞ。はい、ただいまお聞きいただいているのはナズフューチャリングローリンヒルで If I Ruled the World でございました。はい、こちら1996年にリリースされたナズのセカンドアルバム、うん、It Was来店の最後に収録されている曲、これはなんといってもローリンヒルがフューチャリングしているところが注目でして、このフューチャリング当時はまだソロ活動前ということで、うん、なかなかレアな楽曲になっております、うん、その証拠に当時ナズにとって初めての R&B のカテゴリーでチャートインしたそうです。うん、あ、そうなんだ。はい、そしてこの前グラミー賞が、ありましたが、リルナズ X の、オールタウンロードの、パフォーマンスの時に今 BTS なども出てましたね、出てましたが、ね、その後に、白いスーツかなんか衣装を着て、ナズも出てきまして、うん、新旧コラボということで、うん、あれもなかなか、レアな絵になっていましたので、見てない方は YouTube をご覧ください。かぐやさんちゃんとチェックしてるんですね。はい、チェックしました。いやかっこよかったですね。かっこよかったですね。ナズかっこよかったですよ。はい、はい、すごくね、あの花道で一人で歌ってる感じが、うん、なんとも翔平さん、いいね、翔平さんみたいですね。いやありがとうございます。あのですね、翔平さん、あれですね、あの音楽配信の方でホールツアーの音源出てますので、出てますので、はい、そちらの方も聞いてください。目が泳ぎまくってる、大丈夫。いや、いいですね、このフージーズのね、ロリンヒル、めちゃくちゃ僕もね、はい、アルバム昔買ったので、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね、フージーズ。改めて聞くとまたいいですね。はい、ぜひ聞いてください。はい、というわけでここまで3曲お届けしてきましたけども、ここで、はい、あの今年からやらせていただいてる質問箱をちょっとね、はい、あのやらせていただきたいと思うんですけども、一、はい、つ目の質問をまずいきたいと思います。はい、ツイッターネームアイさんというわけでですね、アットマークスワックアンダーバーアンドアンダーバープライドということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最新曲のフルメタルトリガーはラップロック、いわゆるミクスチャーロック的な楽曲ですが、皆さんはロックバンドで特に好んで聴く音楽はありますかということで。なるほど。ありますか。そうですね、まあ、最近はあのヒップホップが大好きなので、はい、あのなかなか聴けてないんですが、あのちっちゃい頃に長崎のスカイジャンボリーというあのロックフェスがありまして、はい、それに毎年あのマミーが好きだったんで一緒についていって、10フィートさんだったり、うん、はい、そういうロックバンドの楽曲はすごくちっちゃい頃に聴いてましたね。あ、そうなんですね。はい、で親もみんな、そうですね、お母さんがロック好きだったので、その影響でたくさん聴いておりました。あ、はあ、はい、ケンタは何かありますか。ロック、バンドワンオクロックさんとか聴きますけどね。ああ、はい、ワンオクさんは、ね、でも元々湘南の風めっちゃ好きで、まあロックじゃないですけど、バンドじゃないですけど、はい、湘南の風さんが毎年出てた京都大作戦っていうめっちゃ有名なロックフェスがあるんですけど、そっここは毎年あの映像で見てたんで、うん、10フィートさんとかは見てましたね。うん、あ、そうなの、はい。
結構ね、あの結構名前いろんなところ出てきますね。確かにドラゴンアッシュさんとかもね、ロックラップ、そうですね、はい、聞いてました、ね、ラップロックっていうんですかね、かっこいいですよね、はい。まあ、僕はあの、まあ、結構洋楽が好きなので、はい、まあ、JG が結構中でも好きで、うん、リンキンパークとかとコラボしてるね、あの楽曲がすごく好きでね、うん、まあ、あれもコラボではありますけども、まあ、ラップロックっていう感じで、うん、あのライブがとにかく、ね、かっこよかったので、うん、僕はねその JG とリンキンパークめちゃくちゃ好きですけどね、うん、はい、こんな感じでしょうか、はい、いいですかね。続きまして Twitter ネームさやさやかみやさやかみさやかみやさやかみやさん、 ありがとうございます。神犬のファンなのかな、ぽいですね。アットマーク KK527 アンダーバー TS さんからいただきました。ありがとうございます、うん、誕生日まで入れてきた私は受験生でランペのライブ初日の日に試験なんです。 あら試験なんですね。私は試験の前日になると何をしたらいいかわからなくなる派の人なんですが、ランペの皆さんはライブの前日に何をすることが多いですか、よかったら教えてくださいということで。ライブの前日、はい、前日なんだろうな、前日何やってるかな。なんだろう、リハとかじゃないですもんね。まあ、まあそういうことじゃないですね。はい、なんだろうな、考えないようにするかな。でも一、うん、回なんか記事でビヨンセかな、誰かの記事見て見た時に、そのライブの前日に絶対買い物に行くらしいんですよ。はい、で絶対ライブのことは何も入れないらしいんですよ。なるほど。それ見てなんか。あ、確かにそのなんかあるなと思って、そういう感じかもしれないです。俺もライブのこと何も考えないかもしれないです。あります？そうですね、あのケア系ですね、私は。あ、ケア。はい、マッサージ行ったり、サウナ行ったりという。意外。あ、でも感じで、俺も一緒ですね。意外とそういう感じやっちゃいますね。まあ完全にケア、ね。ケア。完全にケア。ケアすることによってこうなんか何も考えないです、ね。そうですね、うんうん。でも共通して言えるのはなんかこう、うん、無になるような。どうせも一日だったら変わんないですから。まあ、今まで積み重ねたことを頑張ってやれば間違いない、はい、そういうことでございます、はい、でもそうですよね、はい、はい、もう一個あります。ツイッターネームせとかさん、アットマークひまりかのかさんからいただきました。旅行に行くならどこに行きたいですか。私は沖縄に行きたいと思いつつ、なかなか休みが取れないので、うん、旅行雑誌を見て妄想だけで楽しんでます、うん、今年こそはということで。なるほど、はい、これはもうちょっと代表してケンタ旅行に行くなら沖縄に行きたい、沖縄に行きたいんですね。行くところですよね、どこに行きたいか、はい、僕はマイアミですね、はい、マイアミ、はい、アゲインマイアミ、はい、もうそれはなんかあるんですか。マイアミもうなんか初めて行った外国がアメリカのマイアミだったんで、はい、もうその思い出しかないんで。なるほど、はい、あれはねもう一回行きたくなるんですね、はい、なんでもう絶対ふるさとなんで僕のマイアミ、はい、ホームタウン、早く帰りたい、はい、そこまで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、質問3つほど読ませていただきましたけども、はい、引き続きねこれ皆さんお答えしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、後半戦にちょっと進んでいきたいと思いますが、ちょっとね喋りすぎました、今回喋りすぎてるので、はい、ちょっとねここから早めにいきたいと思いますけども、はい、いっちゃいましょう。早速いきます。後半1曲目はですね、A$AP Ferg のですね、バリューって曲なんですけども、はい、最近ね、うん、A$AP Ferg が今年初となるあのリリースをした楽曲になってまして、めちゃくちゃかっこいいので聴いてみてください、はい、というわけでいきましょう。 A$AP Ferg でバリューです、どうぞ。はい、今お届けしている楽曲は A$AP Ferg のバリューでした。フォーグフォーグそれちょっと録音しようになってていやーかっこいいですね、やっぱファーグは、ね、ドア頭からねもう掴まれました。はい、まあさ先ほども言ったようにね、はい、A$AP Ferg としてはね今年最初となるリリースとなったシングルなんですけど、はい、ここ数年で多くのヒップホップアーティストにサンプリングをされているメンフィス出身の大御所グループ36 Mafia にインスパイアされたトラックになっているそうですけども、しっかりね A$AP Ferg らしいこうフローというか、はい、うん、この独特な感じがあって、うん、重低音もかなりねすごい曲なので、うん、ちょっとねまあ大きい会場とかで聴いたらすごそうな曲になってるんですけども、
この曲リリース前にカニエ・ウェストズもリリース、はい、リリースじゃないスタジオに入ってるみたいで、ちょっとねこれはすごく見ものになってるので楽しみですけども、楽しみですね、まあ、ちょっと今後の展開を期待しつつ、この曲もねかなりいいのでぜひ皆さん聴いてみてください、はい、というわけでお届けした曲は A$AP Ferg でバリューでした。わお、じゃあ続いてどんどん行きたいと思うんですけども、はい、じゃあ次はケンタからお願いします、はい、ちょっとこういういい感じの曲が流れてるのでちょっとアッパーでいきたいと思います。メアリー・ジェイ・ブライズの Just Fine という曲です。 Just Fine、はい、MJB、ちょっと聞いてみてください。テンション上げていきましょう。聞いてください。 MJB で Just Fine です。はい、というわけで今お聴きいただいている曲はメアリー・ジェイ・ブライズの Just Fine でした。懐かしいですね。懐かしいね、うん、俺も久々に聞きたい。絶対撮り直す。もう2020年パーフェクトイヤーはこれを撮り直したい。こう動きたい、ね、こう動きたいということでですね、はい、R&B 好きもヒップホップ好きもみんな大好き、はい、MJB メアリー・ジェイ・ブライズですが、はい、2007年のこの曲は2007年のヒット曲ですね、うん、彼女にしてはアップテンポなディスコ調の曲 で、まあ、でもう踊りやすい。確かに13年、はい、歌物好きとしては外せない一曲ではないでしょうかということで、うん、はい、でもこの歌物好きの、はい、歌物好きの健太くんが、はい、この曲と出会ったのは高校生の時かな。あれ、はい、それはエピソードは何かあるんですか。好きな先生がこれで踊ってたぐらいのエピソードなんですけど、はいはいはい、なるほど、はい、僕らも一回レッスン受けたあの方ですか。あ、違います。あ、違う、はい、また別 の、はい、ティーちゃん、はい、沖縄じゃないんですけど。沖縄じゃないですね、はい、あ、そうなんだ。こういうなんかこれなんシェイクっていうんですか、これのショルダーなんかあるんですよ。それをダンスにするあのジャンルが、なるほど、はい、なんかこう肩をいらしてググってみたら分からんすけど、サヒレみたいな。そう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 、でそれで踊ってて、でもそれはまあかっこいいとはあんま思わなかったんですけど自分的にはそういう思い出の一曲でした。そうなんだ、はい、いいですよねこの、うん、なんかすごくこう明るいっていうか開けてる感じがこう、キャッチーですよ ね。だから晴れた日の朝とかあの登校とかに聞くといいですね。登校の時とか会社に出社する時とか、テンション上がる、いけそうですね、はい、いい感じですね、はい、はい、というわけで届けた楽曲はメアリー・ジェイ・ブライズの Just Fine でした。というわけでちょっと放送ももう終わりに迫ってきております。そうですね、影川さんからサクッといっちゃいましょう。最後はちょっとまあ気持ちいい感じでチルな感じでいっちゃいますか、はい、それではいきましょう。ヌジャベースさんで The Final View。大会の後には酔いしらめも ただいまお聞きいただいているのはヌジャベスさんで The Final View でございました。途中変な声は最後のあれ、最後あれ歌じゃなくてあの掛川です。掛川さんなんですね、すごい、はい、なかなか、まあ、あのね歌詞があんまり、歌詞っていうかね、うん、ね、歌があんまりないので、歌詞がちょっとだけ入ったちょっとインストな感じなんですけども、うん、オリジナルで今歌ってましたけど、うん、そうですね、はい、これ世界的にあの有名だったプロデューサーの、はい、ヌジャベスさんっていう方がいらっしゃいまして、うん、まあ、残念ながらもう亡くなられているんですが、うん、ヌジャベスさんがソロとして初のアルバムを出した時の人気の一曲でございます。まあこれあの親父の弟が DJ をやってたんですけども、うん、はい、小学生の時に、家とかでかけていた楽曲だったのですごく思い入れがある楽曲でございます、うん、いいですね、うん、なんかこういうね、はい、歌が入ってないあんまりね、そうですね、ちょっとだけ入ってるんですけども、はい、なんかねこういう曲を聴くのもなんか一つこうなんかビートをちゃんと聴ける、ね、うん、こともあってねいいですよね。なかなか珍しいこの携帯でリリースというのは、うん、なかなか確かに珍しいと思う、うん、珍しいです、聞いてみてください、はい、改めて、はい、というわけでですねここまで6曲紹介して質問箱もやりましたけどもう放送が終わりということでですね、はい、僕らはもう明後日からツアーということで、はい、ぜひですね皆さん各会場に来て楽しみにしていただけたらと思いますのでやっとです、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですねこの放送もですねアプリの方から、はい、ぜひ聞けますのでぜひ皆さん聞き逃した方は、アプリの方でよろしくお願いします。お願いします。というわけで今週も終わりですけども最後の1曲をじゃあ、はい、せっかくなんで掛川さんからお願いします、はい、いいですか、じゃあ参りましょう、最後は先日リリースされましたシングル
The Rampage from Exile Tribe で Full Metal Trigger です。今週もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。